はい、えー、1月22日、朝6時の相場解説です。昨日はね、102円台まで行くことを想定して、大きく取るつもりだったんですけども、そんなに取りませんでした。えー、これはね、デイリーなんですけども、デイリー行こうでしょで、えー、陰線が連続したのは確かだったと思うんですよ。ここね。うん、だから売りで行けばまずは間違いなかった、負けることはなかったんですけども、ちょっとね、小さかったですね、価値が。 本当に、えー、がっかりというか、一、え、枚、ー、にも満たない金額でした。あこういうふうにズ、ズバッズバッズバッといってね、そして、収束しながら、下の方に抜けていったというところがありますね。で、一回上に上がって、また下に伸びかけているところだったんですけども、いやー、だからね、大きく取れなかったですね。私ね、この辺りまでは行くと思ってたんですよ。うん ただこれからですねこのえー、っとネックラインを超えて下に行くことが考えられますからそれは今後も追っていこうかなと思いますじゃあ1時間ですね昨日暗号通貨の話をしすぎたんですかねうんまあこういう形になってるじゃないですか私の場合は昨日はロスカットラインを0ラインまで入れてね利益は取れたんですけどもただ 大きくなかったです。もっともっとズバズバとね、進むはずだったんですけど、はずって言ったらおかしいですね。進んでいただきたかったんですけど、そうならなかったってことです。まあ、どちらにしましても、この力点に作用してですね、大きく下に下がってきたのは確かなんですよ。N を書いてもう一回下がる。N を書いてもう一回下がる。そして N を書いてもう一回大きく下がると思ったら下がらずに上の方に跳ねていったわけですよね。で、これが大きく振りをつけて、 さらにズバッと下に行くことを考えながら昨日はエントリーしたわけなんですけども、いまいち不発で、もう一回今日のトライにかけてみようかと思います。今日もセルで大きく取っていく102円台。今週はね、102円台に入ると思ってセルの方でどん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 攻めていこうと思います。そんなことですかね。他に話すことはないかな。はい、えー、本日は以上です。ありがとうございました。